国道108号は、宮城県石巻市から大崎市を経由して、秋田県由合本城市に至る一般国道である。国道108号宮城県大崎市内一般国道の路線を指定する政令に、基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。現行の道路法に基づく二級国道として、初回指定された1953年では、 石巻坂田線として指定されていた。1963年に古川市から坂田市の区間が一級国道47号への昇格に伴い二級国道109号横手、古川線を合わせて新たに二級国道108号石巻横手線として指定された。高速道路を使わずに仙台市内から約2時間半で秋田県湯沢市に抜けられる利便性を持つ。 そのため、高速道路の通る湯沢を待つ、横手地域の住民は、秋田自動車道を使わず、国道108号を使う傾向がある。背景には、1996年に、秋田宮城の県境の鬼神戸峠を、ほぼ、トンネルと橋梁で貫くバイパス、鬼神戸道路が完成、大幅な時間短縮と、通年通行が可能になったことがある。小ごたバイパス地図。 花淵山バイパス、宮城県大崎市鳴子温泉フルト前付近は秋田県、由利本城市、国道105号、107号、108号、砂越田交差点、道市水林交差点から二番席交差点までの約 2km は3本の国道の重複区間となっている。道の駅転送元カテゴリー、枠屋バイパスに関するカテゴリー、小型バイパスに関するカテゴリー、 古川東バイパスに関するカテゴリー、花淵山バイパスに関するカテゴリー、ありがとうございます。